あちゃー、仲いいな。俺の連れなんだけどな。まあさ、なんで？ちょっとね、ちょっといいかな。え？あ、なんすか？ごめんごめん、直樹じゃない、直樹大丈夫。そっち。え、僕？すみません、児相から問い合わせ入ってるんで先に見させてもらってもいいですか？あ、はい、どうぞ。あのさ、お姉さんから聞いてるでしょ？分かってます、もう全然大丈夫ですから。それはお姉さんと住職が頑張ってくれてるからなの。樋口さんだって幽霊でしょ、こんなに近づいてるのに。ほら、なんでもない。俺たちは相性があれなんだって。問題は直樹なの。え？譲ると直樹さんは相性ドンピシャなので、そういう幽霊に会っちゃうとヤバいの。譲るみたいなタイプは乗り移られる、それが本当に危険みたい。何相性ドンピシャって。じゃあもう乗り移られないようにしますから。え、もう乗り移られちゃってんだ。いい、3回やっちゃったらアウトらしいよ。ええって何？もう2回やられちゃってますけど。リーチじゃん、先輩じゃん、それマジでヤバいよ。大丈夫です、気をつけますから。僕は彼の事件を解決しなきゃいけないんです。ん？事件って？え、そこから？水戸。え、本当ですか？あの1個前の1個前にしかない。あ、もう俺がお姉さんに怒られる、はい、この子、あの家にいた子だ。居場所調べます、うん、すいません、この子のデータだけ先に。だから離れてって言ってんじゃん。とりあえず直樹、君が離れよう。なっちゅもう距離を取るんだ。つかまさ、さっきから今大事なこの子を。近い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 、ブレイク。わかりました、うるさいな、もう。あ、いいですよ、もういるって手で。別に怖くないし。助かります。